数学のタイムスケジュールというか、いつまでにこれぐらいのことができるようにということで話したいと思います。で、このセミナー最初の方で話し、最初の方というかちょうど30分ぐらい前に話したと思うんですけど、数学ってそのフェーズがあって、5個あって、ごめん、こっち向きだからちょっと見にくいと思うんですけど、ごめんね。5個あって、まあ計算、公式、基本、応用、で、センスなんですよ。で、この5個のステップをこなしていくときに、例えばなんですけど、もう計算は多分 OK で、センスがあるかどうかこれ分からないので、やらないといけないのはこの3つだよっていう状態です。で、多分今偏差値55あるっていうことだったので、おそらく公式1個も覚えてないってことはないと思うんですよ。公式多分ちょっと覚えてるので、ただ基本問題とか応用問題、まして応用とか出されるとちょっと分かんないし、基本問題でこれは簡単だよねって先生が言っててもそうかみたいな、俺は難しいと思ったぞみたいな、そういうのがあるんじゃないかなと思います。で、文系ですか理系ですか。文系だったら、多分基本問題中心の勉強をやっていくのが優先かなと思います。で、どうするかなんですけど、とりあえず高3になるまでにここまではできると楽です。で、高3になってからは応用問題というか、もうこれ事実上過去問になると思います。過去問を解いて、多分苦手な分野って出てくると思うんですよ。確率が苦手だなとか、微積苦手だなとかって出てくると思うので、そこの対策を高3の間一生懸命頑張るプラス他の教科を頑張るっていう感じになるかなと思います。だから、高3 理想はですよ、理想は高3になるまでに、高3になった時に過去問を解いて、過去問の正答率が、どれぐらいかな、過去問の正答率が、3割から4割ぐらいが理想で、多分大体合格点が、6割なんですよ。大体合格するために必要なのが 60% ぐらい、もっと低いですけどね本当は、まあ、目標60だと思って頑張ってもらって、じゃあ高2のうちにするべきはっていうと、まず一つが絶対に公式は覚えてること、公式は覚えていることが必要です。で、プラス基本問題でいうと、これまでやってきた問題集を完璧にすること、手元にある今手元にあるやつを完璧にしていってください。で、数学というか他の教科でもそうなんですけど、自分が苦手だ嫌いだと思うと、いろいろ参考書買いたくなるんですよ。これも必要じゃねみたいな、あれも必要じゃねって言っていろいろ買いたくなるんですけど、そうするとドツボにはまるので、自分が嫌いだな苦手だなと思う参考書ほど買わずに、手元にあるやつを完璧にするっていうことをやってください。で、完璧っていうのは、まあ、さっき言った通り、同じ問題だったら満点取れる、同じ問題だったら確実に正解を出せるっていう状態にすることが理想です。はい、ですかね。だから、まあ、とりあえずこの夏休みは公式でもう、あの未習のやつはいいので、もうすでに習ってるやつは公式完璧にすることと、できるだけ手元にあるやつをもう一回解き直してみて、自分何が苦手なんだろうみたいなことを調べて、でそれ苦手なことが分かったら、それの穴埋めを2学期3学期でやって、過去問やってみて、どうせできないんで、できないなと思ったらそのできないところやってみるとか、あるいは試しにセンター試験やってみるとかっていうのがいいんじゃないかなと思います。現在成績が上がる冊子を無料でプレゼントしています。勉強しているのに成績が上がらない、いまいち勉強するやる気が出ない、そんなあなたに効果的な冊子です。動画概要欄の URL をクリックし、登録フォームから篠原に教えてもいいメールアドレスを教えてください。プレゼント冊子とメールマガジンをお届けします。ではまた次回お会いしましょう。